挑戦しろって、そうやっていつまでもいつまでもそうやってね、評価してる側に立ってるから自分の人生がつまらないってさ、挑戦してるやつ、まあ楽しそうだな、あなんかこいつ挑戦してるけどうざいなとか、挑戦してる側からしたらお前みたいなやつツボだから美なんだって。それ挑戦していくには気持ちが必要だし、お金とかも必要だと思うんだけど、挑戦して周りからの目が気になる。例えば今自分だったらボイストレーニング始めたら、あいつカッコつけてるよとか、まあ、そういう言葉言われるんじゃないかなとか、自分が挑戦してることへの経験の価値だから、周りも別にそんなの気にせんな、前側だこうだ言いようが自分には目標があってそれに対してフォーカス、あいつボイストレーニングに行っても下手じゃねえかとか、そんなのどうでもいいから、自分は毎日毎日ボイストレーニング行くにつれて小さい目標を持って、今日はこれを達成しようとか、そういう前向きな気持ちを持って挑戦しようって。え、何そんなに本気になっちゃってんの？え、周り気にするな。実際に自分も中学生の頃とか髪の毛とか整え出したり、まあ自分はヒゲとかも毛深いからすね毛とかね、腕の毛とか剃ってたんだよ。そしたら周りの女子とか、あとはくだらない男もね、なんかあいつワックスつけてるよとかすね毛剃ってるよとか言ってきてついたんだけど、そんなのどうでもいいから、お前は逆に恥ずかしいからそういうことができないだけで、自分は恥ずかしいとかそういうのがすっぱらって、そういうのに挑戦してたから、どれだけ先に取り組めるかだから、ね、会社とか自分は効率悪いって思って、まあしかも結果的にも効率が悪いって出てるのに、やり方を続けるんだったら自分はその会社から逃げる。なんで今逃げるっていう言葉を使ったかっていうと、その環境が良くないから。で、転職したいのにいつまでも転職する時期を逃して、やっぱり3年働かないとダメかなとか、そんなの関係ねえから、仕事をしてて生きてる心地がしないだったら今すぐその会社辞めて転職活動しろって。短期離職者になっちゃったんだけど、転職活動中に発言するのが難しいですとか、そんなの関係ねえから、自分でオブラートに包んで発言することも大事なんだけど、いかにこう伝えるかっていうことが大事だから、上司が言ってたから同期が言ってたからそんな関係ねえから、自分の人生だから、自分の人生なんだから、自分の考えたこと思ったこと目標を立てて行動しろって。上司のバカジジイがなんか理不尽なこと言ってきた、でも我慢する、まあ確かに我慢する時も必要だけど、たまにはガツンと一発言うのも必要だから、理不尽なことばっかり言われてイライラして自分が壊れるんだったらガツンと一発言って、そういうやつって言われないと思ってるから言ってるから、だから自分はいつもギャップを作ることを作ってて、最初は優しそうにヘコヘコしといて、でそれでだんだん調子乗ってきたら一発ガツンと入れる。そうすると相手は、え、この人こういう人だったんだってギャップに驚くから。いつもイライラしてる上司とかいると思うんだけど、そんな怖くないから、メリハリをつけろって。くだらない部長とか使えない仕事ができない上司とかってイライラしてて人に当たってきたりすると思うんだけど、逆に自分そういうやつって見下してるから、逆にそういうやつってメリハリがつけられないから仕事に対しても効率が悪い仕事をしてる。大手でもメリハリがつけられなくて効率の悪いことばっかやってね、その会社の価値観を押し付けてるバカみたいな上司もいる。そんなやつどうでもいいって、根拠のないことばっかやってなんか調子持ってるジジイとかいると思うんだけど、そんなのくだらねえから、挑戦できてないからそういうことしかできない。挑戦できてるんだったら自分のね、収集したデータを集めて発言して結果を見せる。男性の子だったらよくわかると思うんだけど、男に対してだけきつくして女性に対してだけ優しくする気持ち悪いおっさんとかいるでしょ。そういうやつっていきなりブチギレたら怖がるから、誰も、ね、ブチギレられたことがないから、そう言っていつまでも調子を乗って女性に対してだけ優しくして男性には優しくしない、そういうやつっているんだよ実際に。それが男が生きる中での厳しさ、与えられた厳しさだと思ってて、自分はそういうの絶対しないから。女でも嫌いなやつは嫌いだし、男でも嫌いなやつは嫌い。別に表面上では優しくしたりとかしてるかもしれないけど、調子乗ってきたら本当にガツンと一発入れるから。逆に女性でも、ね、うざいおばさんとかいると思うんだよ。年功序列でなんかマネージャーとかになったらクソババアが可愛くぶった声出して調子乗って若い女には厳しくしてるやつとかいると思うんだよ。それも同じだよ。挑戦しないでその場にずっとそこに居座って威張ってるから、そういう腐った人間になる。腐ってない人間っていうのは挑戦することによって謙虚に生きないっていうことがどんだけ恥ずかしいか、それに対して挑戦してくやつって発言もできるから。自分そのクソババアに言われたんだけど、上司とかにもイラついて、これ何なんですかとか発言したら、
あの子ベテランみたいだねって言われたんだよ。そんな関係ねえから、今の時代年功序列じゃねえから、発言してったやつが勝ってくから。発言しないで上のことばっか聞いたら、昭和の時代のまま、時代が止まるままその会社潰れてく。自分がいた前職のブラック企業でも昭和みたいな会社だったんだけど、多分いつか潰れると思うよ。なんでか、新卒と40代50代しかいないから。30代20代中盤とか全然いない。そういう会社に残ってるやつってね、転職する時期を逃して、ああもうここに居座ってるだけでいいやっていう弱者しか残ってない。挑戦しろって。いつまでもいつまでも他人の行動してる姿を見て、ああいいなとかじゃなくて、評価してるんじゃなくて、別にそいつが挑戦して失敗したとしてもそいつの経験の価値になってるから。前職にいたサウナが好きなバカな親がね、医者で金持ちな男、お前に価値あんの？同期の女性も言ってたよ。親が金持ちだけそいつに価値はないって。自分で価値を作れよ、ね、親の金でサウナ行って、親の金で脱毛して何が楽しい？お前それ自分に誇り持てるか？持てねえだろ。ねえ、よく集団で、2人とか1人で行動してるやつをバカにするやつとかいると思う。まあ、集団で行動するっていうのはすごくコミュニケーションを取ることも大切なんだけど、正直言って集団で行動してて必ずこいつ嫌いだなとか思うやつ絶対いるから。集団で行動してて、あこの時間無駄だなとか絶対思う時ある。一人二人で行動してるやつってそういうのを分かってるから、集団で行動してるやつって承認欲求のために集団で行動してるから、時には集団で行動する時もあると思うんだよ。でも毎日毎日、ね、集団で行動してね、それって承認欲求の塊で、集団で行動してれば俺らかっこいいとか、そんなの意味ねえから。その人に興味を持って一緒にする、それが大事なんだよ。一人で二人で三人で四人で行動する時もあるけど、承認欲求の塊のために、ね、上辺面の友達とかいるやついると思うんだよ。それ時間の無駄だから気づけって。